皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は皆さんが大好きな企画紹介をしていきたいと思います。はい、もうかれこれ4代目か5代目かになりますが、今日はこちらトヨタカローラツーリングワゴンダブルバイビー、まあツーリングがワゴンなんだけどねグレ最上位グレードの、車になります。カラーは白ですが、天井は黒にしました。今、現行の新型のツーリングですね。まあ、トヨタを代表する車なんだけど、はい、車椅子ユーザーが使うとなれば、はい、使い勝手はどうなのか、はい、ちょっとそれを見たいね、はい。マイナーチェンジして、このデイライトのまず形状が、下側から上に跳ね上がりますみたいなやつだろうね。まずここが変わったし、あとツーリングはワゴンタイプだから荷室が広い。カローラはセダンとツーリングがあって、まああとスポーツとかいろいろあるけど、これは荷室が広くていっぱい仕事とかレジャーとかに使えますよっていう仕様ですね。それがカローラツーリング。ダブルバイビーはホイールがこうやって黒くなると。17インチのなんかかっこよくなったけどね、昔のカローラに比べたらやっぱり。はい、乗り込みをまずやっていきたいと思います。ビッツよりここがやっぱ熱い。このでもなんかやっぱり運転席の方が乗りやすく見えるな。助手席より助手席と違うの。ここアウディぐらいなんか熱くない？熱いっていうか広くない？あとやっぱここは当たっちゃうな。まあね、クラウンはもっと近いの距離が。だってもう中に入高さがあるの。ここが入り込めるから。あーそういうことが、低いからそのなんて言えばいいんだろう、当たっちゃう。ここがね、でもここが高ければここの分だ、ここの分くらい入る高さ、はいはいはい、まあ車椅子の形状でも若干違うけど乗り込めないわけではないです、うん、最上位グレードだけどここは電動じゃないんだ。電動がないの、ツーリングは。ガビーン麻痺の人からしてみたら電動の方が調節しやすいから、こうやってできないしね、やりにくい。できない。だあった方がいいし、ここがさ上がる、これも上がんないもんね。ギコギコって上がるんじゃないか。え、こっちか。あ、そう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 。あ、これ下がるだ、多分マックス上がってんだ。の下からすれば、まあ、前からしてみたら足りない部分、電動の方が多分いろいろシート調整がやりやすいからっていうことね。まあ、楽だね。助手席の操作も結局手動になっちゃうとあっちまで行かないといけないもんね。そうそうそう、体行かないといけない。クラウンの時に紹介した、うん、この運転席側から助手席シートを調整できるっていうのはやっぱりないから、うん、もうそこに慣れた老いからしてみるとやっぱちょっと大変だなって思う。あとでも目線的なものに関しては全然問題ないけど、車椅子積むってなったらここがやっぱり狭いから、うん、確かに低い。自分で積むってなるとちょっとこれ大変。やってみる、入れる新車納車したて天井傷つけがち。無理っぽいけどね。そのセンターコンソールは低いからその分はまだいいのか、まあ、こうね、怖いな。できないことはないけど多分結構大変。傷もつきそうだね。そう、まあ、これ老いの車じゃないか借りてきてるから皆さんお待ちかね、お兄ちゃんのラゲッジコーナー。それではトランクを開けていきましょう。さあ今日のラゲッジはどうだ。広い、広大な荷室が広がっている。ここにティッシュ箱があるからこんな感じっていうことだよね。 100V 電源があって、これがほんと便利だよね。スマートドライブの充電とかにも使えるし、なんか災害時にも使えるしね。これトヨタね、全部純正標準でついてるの。そういうの便利だよっていうのをみんなに知ってほしくて。ハイブリッドだけだもん。ハイブリッドだけだと思う。え、でもハイエースとかにもついてたんだよね。わかんない。椅子を倒すのはここのレバーをやりますよと、左右
引けば倒れますよと。これ後でやってみましょう。このまま車椅子が詰めるのか、そこからやってみようかな。まずは後ろの席倒さないで車椅子乗るか。今これ固定式の車椅子です。でこれがこのまま乗るか、乗れば100点。おお、乗らない。横にしてみよう。でも横で 乗ったところで、この扉が閉まらないんだよね。ここのラインより物が出ちゃうと閉まらないっていう風に判断していても、この窓ガラス割っちゃったりとかしかねないから、まあタイヤを外して乗せれば乗るかなっていう感じだね。じゃあ次は倒したバージョンやってみよう。これ4対6分割の椅子だから、こっちがちっちゃくてこっちが大きく倒れるっていうやつね。これで乗れば3人乗車で車椅子が1台詰める。はい、来た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 。じゃじゃーん、架空の蚊でございます。ぴったりだね、ちょうど。これこっちから見てみると、一人乗りつつこうやってできる。ただこの車椅子だからって感じだね。そう、これより背もたれ高いのは無理だわ。うん、もうこれぴったりくっついちゃってるもん、天井に。これマコの背もたれは何センチってなってんの？だって80だった。80センチぐらいまで。じゃあこれで締めてみて。これね、これボタンないの。これはきつい。車椅子の人だとちょっと届かない。届かない。だから一人で、紐つけない。これ開けるのもね、どうだっけ？ボタンはないかも。鍵にあったかな？ないかも。ちょっと後で見てみよう。こっちからの開けボタンないんだ。ない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 。ボタンでも開けれなかったはず。閉めるのも開けるのも手動になっちゃうから、だからこれさ、比較対象が他の高級車と比較しちゃうとダメだけど、いや、カローラってもともと本当に会社のさ、営業の人たちが乗り回してたみたいな車だったじゃん。いや、それから考えたら、あ、あるあるある。家族4人いつもはお父さんしか乗りませんみたいな、だったら全然いいと思う。いや、値段もね、言うてすごい高いわけじゃない。これ一番いいグレードだけど300-230だった気がする。内装は、まあ、最上位グレードということもありまして、ここの、まあ、シートヒーターあります。これグレードだったんだっけかな。なんかこのシートにするとこれになるみたいな。あ、このレザーシート、うん、でここに USB、 その C タイプですね、今新しいのは、C、うん、でハンドルヒーターついてる。ハンドルヒーターも、はい、今の時代もこういうモニターなので CD、DVD デッキが基本的にはオプションでつけないとつかないんですよね。オプションにもないんじゃない。え、なんかでも友達がシエンタ買ったけど CD デッキは欲しいから CD デッキつけてくださいってお願いしてたよ。それメーカーオプションじゃないんじゃない、ディーラーオプションなんじゃないかな。こっちは A だった。あ、取れてる取れてる、 A だったから。お、そんな感じで車紹介やりました。また次回また今年中には新たな車を紹介できると思いますので、借りてね、こちらお期待いただければ。借りてやってます。この車紹介皆さんに人気なので、結構いろんな車紹介できるように今後も頑張っていきたいと思います。はい、ではこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。タムギの友達がここに運転席から助手席に移れるのかコーナー。運転疲れてもう運転嫌だっていう時にね。でこれ例えば助手席と運転席の人を入れ替える時とか、そう、楽1回ずつ車椅子に乗らなくても、ね、マコ抱っこできる人はいいけど、できない人がいる可能性。お、ここはやっぱクラウンよりもさ低いから、その位置が、まあ、センターコンソールが低いところはこうやっても横移動できるけど、あ、いける。ちょっと
クラウンではやったことないけどね、一回ちょっとここにちょっと乗ってピーって、これ出さずにね、出しちゃうから、ね、壊れそういつか。